皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。袋駅長です。で、今回はね、品川区のウォーターフロントにある天王洲アイロンにお邪魔します。で、あえてね、水辺を肌で感じたいので、ウォーターフロントを通って古屋橋から天王洲アイロンに向かってみました。アクセス方法としてはね、東京モノレール、臨海線などの天王洲アイロン駅から JR 品川駅のね、港南口やね、京急線新馬場などから徒歩で来ることができますよ。では行ってみましょう。で、ここはね、歴史を遡れば江戸幕府の第四代馬であった時代から倉庫地区を経てね、1985年の再開発で知性と創造力というコンセプトを掲げ開発を進めてきました。で、この地域はね、都心に大変近く、ウォーターフロントという恵まれたロケーションも相まって、ボードウォークをアイル全体に対応したさまざまな、ね、文化施設や商業施設の、ね、集積が緑と浸水性の高いアートの街として、ね、現在では都内でも有数のリゾート環境を形成しているそうですよ。なんといっても天王洲アイルのランドマークといったら、1987年にできた TY ハーバー&ブリュワリーでしょうね。日本国内でも珍しいブリュワリーとレストランが一緒になったアメリカ料理の高級店です。で、自分はね、予約して一度しか入店したことがないんですが、ここで提供されるね、月替わりのね、シーズナルビールがね、実に美味しくて素晴らしいものですよ。
本日はご視聴誠にありがとうございました。番組登録、高評価、コメントをぜひお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。